やあみんな、今日は進撃の巨人をたくさんあげて申し訳なかった。いや別に申し訳なくはないんだよね。あの動画 見たい時に見れるからさ何回も言ってるけどさ、進撃の巨人でもまあたくさん上がっていろんなね、まあ喜びの声もめっちゃ上がるな今日はと驚きの声もいただきました。そして11時、まあ11時か分かんないけどね今は、うん、まあ、トラブルはあげると。まあ、トラブルはね毎回やってるんで毎日の楽しみなんで、トラブルも最高か。声入ってるよね。録画方法をちょっといじりまくってたから。あれ、ララは今日いないのか。いろいろ変わってるけど PS ビータ TV は録画方法を今変えてないんでね。ララ様はお出かけになりました。じゃたまには2人でゲームでもやろうぜ。わかりました、お相手しましょう。ペケ会か今回は。そういえばペケはララと一緒に行かなくてよかったのか。はい、今日は休暇みたいです。私は必要ないと申し上げたのですが。いや休暇は必要だろう。ペケにも自由な時間があってもいいんじゃないか。そうでしょうか、私はララ様のロボットですのに。きっとララはそうは思ってないんだろう。友達とかパートナーみたいなもんじゃないかな。友達、それは嬉しいです。それでララたちは何を買いに行ったんだ。服を買いに行ったようです。え、服ってペケがいるのに買う必要あるのか。おそらく買い物そのものを楽しんでるんじゃないでしょうか。買い物楽しいもんな。ところでん、あ、ペケはしたいこと、楽しいこと、欲しいもの、どれでもいいなペケみんな興味ある。いやでも待てよ、ペケは楽しいことない、したいこと、あ、でもしたいこと聞くか。ペケがしたいことって何。世界征服かな。私ですか、うん、ララ様の助けになり一緒に楽しい思い出を作ることです。真面目じゃねえか意外となんかロボットっぽくないけどペケらしいな。らしいね。あのロボットってさ意外とさ、なんか人類を滅亡させるとかさ、そういう邪心がこもっているとか、なんか想像しない？いろいろと。なんか俺はね意外と想像するんですよ。例えば工場の機械、なんか人にいつも使われてるけど、実はね人類を滅亡させようとしてるんじゃないかと。やられちゃったか。それにしても今の BGM びっくりしたな、いきなり。どうしたんですか。こういうゲームの操作方法とかどうでもいいことはすぐ思い出すんだよな。言われてみればリト殿の操作は以前のものと遜色ないですね。だろう、こんなのよりもっと思い出さなきゃいけないものがあるのにな。そのうち思い出しますよ。私自身がお手伝いできず申し訳ないのですが。いや、こうやって話聞いてくれて気晴らしにも付き合ってもらってるだろう。十分助かってるって。ありがとな。いえいえ、これぐらいでしたらいつでも。はい、ということでペケちゃんのハテナストーリーもまだ続く感じはあるね。うん、あるね。だがしかし今度はグランドだ。なんか最近俺だがしかしってよく言っちゃうな多分アニメの影響だろうね。ん、あれは闇。あ、リトさん、このままじゃまずい。こっちです。まずいな、俺の実況だ。モモが出るといろいろ危険なんだよ。モモ、なんだ、引っ張るなって。いいから早く来てください。ちょ、うわぁ、なに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 。わ、これやばい、来るぞ。はぁ、どうやら逃げ切ったみたいです。は、逃げ切ったって誰かに追われてたのか。ええ、VMC の方々が今日は普段よりしつこくつきまとってきて、あの場にいたらリトさんも巻き込まれると思って思わず手を引っ張っちゃったんですけど。そういうことなら助かったよ。ありがとう、モモ。いえいえ、そんな、もともと私のせいですし。そういえばモモってすごくモテるんだよな。モテるでしょ、これはもう見るからにモテるよ。 あれ、よく考えたら体育倉庫にモモと二人きりってこの状況すごくまずいような。ちゃんと覚えてるんだねミトさん来たぞ。なんだよモモ、来たぞ、くっついてくるのよ。いいじゃないですか、
すごく暗くて不安なんですもん。それにあんな大勢の男子に追いかけられてすごく怖かったんです。だからリトさんに慰めてほしくって。慰める？はい、リトさんに慰めてもらえば元気になれますから。お願いしますよリトさんね。慰めるってどうすれば？どう慰めるか。ちょっと待てよ、教室まで寄り添う。いや違うな、手を握る、頭を撫でる。待てよ、頭を撫でるのは一方的なスキンシップなんだよね。手を握るのはお互いのスキンシップ。ただな、ちょっとももの頭撫でたいな俺の欲望。わかった、じゃあももこっちに頭を。こうですか？うん、そのまま。よしよし。リトさん、どうして頭を？あ、ごめん、なんとなくこうしてあげた方がいい気がして。昔みかんにこういう風にしてあげたのを思い出して。みかんさんにですか？うん、ごめん、嫌だった。いえいえありがとうございますリトさん。外に物音もしないし、もう大丈夫だな。念のためにちょっと遠回りしていこうか。え、それだと私はともかくリトさんが授業に遅れちゃいますよ。気にするなって。ほら行くぞ。ねえリトさん、リトさんは記憶がなくなっても私のことを大切にしてくれるんですねやっぱりリトさんは素敵な男性です。バカなこと言うなよ。この音は、あれは VMC の。見つかった、行きましょうリトさん、ダッシュです。待てよモモ、だから引っ張るなって。はい、なんかいい話だったね頭撫でてなんか青春してるね。もう本当にトラブルの人たち、俺らも青春送ろうぜねえ、俺らも青春たまには送ろうぜ。学校卒業しても青春送ったっていいじゃないか、二次元でね。え、前から来るあの人影は。サイレンジリトさん、どうしてこんなところに。またお前か。そんなに慌ててどうしたんだ。いや大歓迎。一体何があった。いいから早く、追いつかれてしまいます。追いつかれるって誰に？また VMC の連中か？違います、とにかく早く。家に来たぞ。ここまで来れば一安心ですね教えてくれモモ、一体何から逃げてたんだよ。それはですね、まったく道でばったり会うなり逃亡とは、相変わらず釣れないなモモ姫よ。その声は。あまりに帰りが遅いのでな、勝手に上がらせてもらっているぞ勇気リトよ。ネメシス！じゃあモモが逃げてた相手って。はあ、最悪だわ、よりによってあなたと出くわすなんて。それに公衆の面前で私にあんなことするなんて。俺たちそれ気になります。あんなことって。おいネメシス、モモに何をやったんだよ。大したことではない。何？木の上からぼーっと下を眺めていたら桃姫が通りかかったのだ。ああ、大したことないね。そしたらそのひらひらとしたものを見ていたら、ついなこんな風に。来るぞだから尻尾は、やめてやはり良い反応だな桃姫よ。それならもっとこうやって。ダメ、リトさん助け。モモどうする。待てよ、二人の間に入る。いや二人のモモどっちでもいい。二人ともちょっと待った。え、リトさん、こうしてこう。あ、だった、足が滑って。いいぞ、作戦通りだリト。これは。モモ大
丈夫か。ダイナミックエントリーだなこれ。リトさん、あ、乗ってたのか。降りてくれませんか。上がりすぎ。ごめん。あの本当にわざとじゃなくて。分かってますから、そんなに謝らないでください。やはりお前たちは面白い。退屈も紛れたし、そろそろ退散させてもらうとするか。ではな、また会おう。待ちなさいネメシス。この行っちゃったな。あいつ一体何がしたかったんだ。嫌がらせですよ、ただの。やっぱり私あの人が苦手です。ありがとうございました。リトさんが助けてくれなかったら私。当たり前だろ、モモは俺にとって大切な人なんだからさ。大切な人。ああ、いやその深い意味じゃなくて、その分かってますよリトさん。やはりそれでこそリトさん、ハーレム計画もますますやる気になるというものです。え、ハーレム？なんでもありません。はい、ということで、ももちゃんの話満載ですね。とても我幸せでございます。もう一個言っとくか。本当は今ので終わろうと思ったんだけど、もうちょっとね、幸せが溢れてるから今もう一回やる。この音なんだっけ、誰だっけ。あ、ミアちゃん。先輩だ。メアと、あれ、バフ。ネメシスまで学校に来てたのか。メアの様子を見に来たのだ。何か不満か。いや、そういうわけじゃ。ネメちゃんね、学食のご飯がお気に入りなんだって。ネメシスって意外と庶民的なのか。地球のご飯って大体どれも美味しいよね。確かにうまいものが多いのは認めてやろう。だがしかし、金色の闇のように同じものばかり食べるのはどうなのだろうな。たい焼きってこと？誰か私の噂をしていますね。とはいえ、食ってる。今日もたい焼き美味しいです。その食べ方可愛いです。闇お姉ちゃんに教えてもらったたい焼き美味しかったよ。そうか。どうでもいいけど、お前たちってなんだかんだ言って仲いいよな。だってネメちゃんだし、闇お姉ちゃんだし。どういうこと？でもいろいろあったんだろ、そのダークネス事件だっけ。でもそれはもう終わったことだし、今は今で楽しいからそれでいいかなって。つかの間の平穏を楽しむがよい、下僕よ。俺にももう少し優しくしてもいいんじゃないか。そうだネメちゃん、この後一緒にたい焼き買いに行こうよ。先輩もね。いや、これはもうこれでしょ。お金ないんだけど行ってみる。これにするか。悪い、行きたいのは山々なんだけど、ちょっと今日お金ないからさ。そんなの気にしなくていいって。いや、お金なくちゃ買えないだろ。だから私がおごっちゃうからね。メアちゃん、まさかの貢ぎ癖があるということですか。いやー、俺そうなることを望んで今選択したんだけど、まさかの。まさかの。そんな悪いって。人の行為は素直に受けておくのがこの星の流儀ではないのか。分かったよ、ありがとうメア。というかメアもネメシスもどうやってお金手に入れてるんだ。確かに。それじゃ行こっか。で、なんでトランス。だってピューって飛んでった方が楽でしょ。ほら先輩、ウィックセール。いや、そうだけどさ。ちょっと待った。危ないからしっかり抱きしめててね。行くよ。ここで終わらないのが。うわあ、下ろしてくれ。そしてここで終わる。そうだよね。はい、了解した。
それでは次のパートにつなげようかな。まあだいたい2,3,4 ぐらいだね、毎回。おお、どんどん働いてるよ、本当に。ワンサカあるよ、ワンサカ。しかもリトの部屋じゃん、これモモじゃん、もう絶対モモじゃん。次のパートこれからやる。それでは次のパートもよろしくお願いします。バイバイ。